はい、えっ、ーえー、とコメント頂戴しましてねあのギターの機材をご紹介してるページのところでえっ、ー、と、えー、コメントを頂いて後ろの物理系の書籍も記念あるということで、えー、ご紹介したいと思います物理系というと多分写ってたのはこれですね道具としての物理通訳。 一石研ですあ,あの、えー、と知り合いからあのネット上の知り合いからあの物理専攻の方から教えていただいてこれはあの素人にも分かりやすいからってことで、えー、確か一石さんの本はあの何冊か持ってます。それとなかなかね挫折と繰り返してるんですけども。<laughs> えっと量子力学と量子論とそれから一般相対性理論にとても興味があるのですが、えー、こっちはねそんなに難しい数学使ってないんだけどこっちあの一般相対性理論のテンソルのところでね分かったかなと思って取り組んで。 ああやっぱしこれはちょっと手強いなみたいな感じでまたへこんでみたいな感じをなんいつも繰り返してるんですけれどもあの、えっと、重力の影響で光が曲がるってところを周圧数シルト解を,を使って、えっとコンピューターでシミュレーションしてみたのでやったんですけどもねあれからまたちょっと忙しくなったもんで、えー、ちょっとあのまた遠ざかってますけどもそれから。 量子力学はねこれを知ってあの全ての学問あそのなんだ科学系の、うん、学問っていうのは全部根、ね、っこはこれで結びついていくんだなっていうのをが分かってとっても嬉しくなりましてね。っていうのはあの高校生の時ってみんなバラバラに教えいでしょ物理とか化学とか生物とか。でも根源的なところは あの一つだなってつまりその、えー、原子というものがあってでその原子というものの構成はこうでで電子の数がなぜかこういうふうなあの <laughs> 理算的にこう飛び飛びになってるとかそれがその電子の数が足りないことによってイオンが生じてであの 原子が結びついて分子になったりとか炭素化合物ができたりだとかあ,あそういうことかっていうのが分かったら画前その高校の時にやった化学化学とかあ生物もそうですよね ATCG とかって。 DNA のほ <laughs> んかの最初のショーのショーみたいなのをやったような気がするんですけれどもあれも結局その分子の性質を生物が非常に巧みに使ってるんだなっていうのが分かって楽しくなってきてみたいな感じですえ今日あの午前中お仕事ドイビダンスと午前中お仕事して午後からねほんと先月一生懸命働いたんで午後ちょっとお休み してえっ、ー、とやろうかなと思ってるのがあって、すみません。じゃ話が飛ぶんですけどもリスプでね。あのこないあの片水路のことについて投稿したんですよ。まあ、酷評すること人もいたんだけども、あのシェアされてるのもあるし、決して皆さん興味がない分野ではないと思うんです。リスプの世界にあっては？ あのあんまり型推論っていうのは今のところあの研究されてないんですけどもこの方から、えー、コメントいただいて何か興味持っていただいて、えー、とこの間ねあの型推論についてあのアドバイス頂い,いた方なんですけども、えー、そこに、ね、お,お答えする感じでその私が「イズ・アイ・スリスプで」で、え、で、ー 試してるアアアアイイデディア実装のそのそですねプロログがベースになってるんですけども SLD ハンダックと同じ方法で推論をして、えー、型を推論するっていう方法なんですけどその方法の制限とか限界っていうかねその辺りをドキュメントにしてそれで、えー、どうしようかなと思ってまた投稿すると嫌味な人からまた嫌味なコメントをもらうの嫌なもんで、えー、この人限 にしようかいやでもせっかく書いたもんだから投稿しようかなんて今悩んでるとこなんですけど午後からちょっとあのリラックスしてこんなのを取りまとみたいなと思ってます。えー なんかうちのかみさんに言わせると私って不思議な人らしくってっていうのは音楽みたいなのが好きだったりプロモデルみたいな子供っぽいものが好きだったりアニメとか一生懸命見てるかと思えば、えー、と数学やったりこんなんやったりとかコンピューターの小難しいのやったりとかって何で一人の中に人間の中にそれが同居してるのか不思議らしいんですけど俺もよくわかんないんだけど両親から半物もらってみたいなんですけどね。 はい、そんなことでした、えー。書籍のご紹介とちょっと雑談になりました。